ウソもおごれんです。本日もスプラトゥーン3で初心者 vs 猛者やっていこうと思います。こちらの企画ではスプラトゥーン3での最高腕前が S 以下の方とスプラトゥーン2で X が2個以上、スプラトゥーン3で XP2500 以上の方がどうすればね、いいバトルになるかを探す企画となっております。さあ今回持ってきた企画がこちら、帝王イカ vs カニタンク夢の大怪獣合戦ということでね、はい、初心者は吸力ガロンの帝王イカを使います。サブは禁止でメインで塗って帝王イカでのみキル可能となっております。モサチームはカニタンク武器で、同じくサブは禁止でメインで塗ってカニタンクでキルしていきましょう。カニタンクはね、正面から帝王イカでぶつかるとキルできるんで、まあそのね、ぶち壊してあげてほしいですね。あ、ちなみに今回の初心者はどえらい初心者なんで楽しみにしててください。それでは行きましょう、どうぞ。それでは行きましょう、大怪獣バトル帝王イカ vs カニタンクということでね、ちょっと今回ね、初心者さんがかなり初心者なんですよね。多分いつもなんか一人ぐらい強い人いるんですけど、今回もガチホコのルールもいまいち分かりませんというようなレベルの方がいらっしゃるので、で前回の初心者でかなり初心者してたつむぐ、そして黒猫 S、 多分この中でいっちゃうまいかな。そして魚かみん S、 この人が、ガチホコのルールもわからない、帝王イカも使ったことがないという人です。そしてミー S、 彼女もヤバそうですね。はい、でもモサチームは相変わらずガントツとガントツということですね。タコ、猫丸、さつまいも、キャットということで、さあ初心者チーム、初心者チーム、帝王イカ吐けるか、帝王イカ吐けるか、ミー吐こう、ミー帝王イカを吐こう、帝王イカを、帝王イカを、あ、痛い痛い痛い、よしよしよし、いけー、ミーの帝王イカ突だ、タコをしまくんじゃ、いけー、あー追いつけず、追いつけずです。今回初心者チームかなりね、はい、よちよち歩きですね。ちょっとこれはモサチームも本気になれないのではないだろうか、大丈夫でしょうか。さあ黒猫の、黒猫の帝王イカがモサを襲う、モサを襲うが襲えなかった。さあ魚かみ、初めての帝王イカ使うことができるか、そしてね、一人だけローラーがいるんですけど、初心者がゆえの悩みを私考えられなかったということで、武器を買うチケットがないと言うてはるんですねそこまでは考えてなかった、ランクが足りなくて96ガロンデコを買うことができませんでした、黒猫。さあ今のところ初心者チームがキルしているところは一回も見ておりません。かつてこんなに泥沼化した悲哀を見たことがあったでしょうか。さあ目の前やれるか、目の前やれるか、あっ、猫丸倒せるか、倒せない。ちょっとモサチーム見ていきましょうか。カニタンク吐きましたよ、猫丸がカニタンクで襲うが、初心者必死に逃げる、必死に逃げる、倒しきれずです。よく逃げました。さあ紡ぐの帝王イカ、こちらも倒しきれず、タコのカニタンクを襲う、襲う、黒猫を襲う、倒しきれ、倒しきっていく。さあモサチーム、キャット坂本も溜まっております、使うんでしょうか。さあ最後使うのかどうか、最後まで温存しております、様子を見ています。俺は使っていいのか、ここで使っても初心者は泣かないだろうか。少し手加減気味に見えますが、最後の最後で吐きました。つむぐは無視です、横にいるつむぐは無視、もうキルしなくても大丈夫だろうということでしょうか。黒猫インクありません、これはまずい展開になりそうだ、これはひどい。さあまあね、ちょ、縄張りバトルは広かったですね、エリアが。もう少し狭いステージやってあげた方が良かったかもしれない。さあ、今回はガチエリアですね、これ真ん中での戦いがどうなるのか。初心者チームはね、カニタンクに帝王イカで突っ込んだら倒せるということを知らなかったみたいですね。はい、なので、あの、正面から突っ込めば倒せるよとだけアドバイスさせていただきました。さあさかなみん S、 ガチエリアだよ、ガチエリア塗ってね、いけいけいけ、よしよし、いけいけ、さつまいも倒せ、さつまいも倒せ、いけ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 、頑張れ。なんかもう全員死んでんねんけど、いつの間に全員死んでる、なんでなんで、わお、挟み撃ちされてるんやけど、容赦ないんですけど、やばいやばい、これ大丈夫か。いや、ちょっと題材としてはね、かなりかなりいい題材じゃないかなと思ったんですけど、
いやカニタンクって今日スペシャルやからさ、もしかしたらっていう可能性やったんよ。それもしかしたら引いているかもしれない今。あー無理か。あーもうカニタンク、帝王イカを見てからカニタンク入ってる。いけ。あー黒猫だ。あかん、ちょっとやってもうたかもしらん。これめっちゃ初心者やわ。みんなさつまいも何しとんねん。お前柵の上で遊んでしもてるかな。あ、いった、最後いった。おーストップストップ、ナイスストップ。ミーぐるぐる、ミーぐるぐる。待って、違う違う違う、帝王イカってヌルスペシャルじゃないから。いやもうちょっと今回はもう先見えたじゃないですか。なのでもうこっからは初心者 VS モサというよりかは、なんか初心者の可愛い動きを見ようのコーナーにしたいと思います。というわけでサツマイモは自陣待機にしておきました。人数減らしていって何人になったらええ勝負になるかなと。もうこの感じやったらモサ一人でもええ感じになるんちゃうかということで、はい、ちょっと見ていきましょう。さあ黒猫、さあいけるいけるいける、目の前いけるよ。黒猫頑張って、ハイドすな。ハイドすな、ちゃうちゃう。黒猫塗ってな、いけ。魚見え S、 ヤグラを止めろ、ヤグラスペシャル。黒猫ハイドスペシャル貯めて、まだ一回も貯まってないやん。来た、いけ。猫丸倒せ、見してくれ見してくれ見してくれ、いけいけいけ。あー惜しい惜しい。さあミースペシャルあるよ。あースペシャル打つ前にやられてしまった、まずい。魚ミエスいけるか、魚ミエス。皆さんこれが本当の初心者です。わかりましたか。やっぱり初心者でもう少しはやれないとこの企画もなかなか成立しないということで、帝王イカで矢倉上体験するのはやめてください。ぜひとも倒しに行ってあげてください、モサチームを。さあ一人いってる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 。さあミーがいった、ミーがいった、いける、タコタコいける。あー残念残念。あーでもヤグラ勝ってるよ。あーっとカニタンクにボコボコだー。さあツムがそれを後ろから追いかける。待ってくれ待ってくれと。でも足場が悪くてなかなか進めない、なんちゅうところにヤグラを立ててくれたんだと文句を言ってるように聞こえますね。私も乗せてくれと、僕も乗せてくれと。でも乗せてくれません。さあ乗りました、つむぐ S 満を持して乗りました。だが追い落とされる。あーっとかわいそうだ。さあ2匹の帝王イカが行くか、帝王イカ行くか。さあカニタンクぶち抜けるか、惜しい。今マジで惜しかったな、あれ倒してたらでかかったよ。さあさつまいも、ここにトラップを2つ置いて乳首でしょうか。はい、乳首の間にそれ立てるのやめてください、卑猥です。さあ現在矢倉がかなり進んでおります。ミーさん止められるか。さあミーの前で出るが、あ終わった、終わっちゃった。さあ、それではさらに一人削りましょう。タコとサツマイモ食べ物コンビを排除しました。これでモサチームは2人、猫丸とキャット坂本、猫猫コンビです。にゃんにゃんですね。さあ今回矢倉と違ってね、まあ矛なんで2人でもまあどうにかなるっちゃなると。そんでこっちのこれ魚神 S は矛やったことないらしいんで、まあ実質3対2と。赤目の前いるよ、目の前いるよ。さあ2人になったからモサチームちょっと本気になってきてる、モサチームちょっと本気になってきてるよ。あいけるいける、魚神 S いけいけ、帝王イカや、帝王イカいた、いた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 、追いつけへんのかい、追いつけへんのかい。さあでも1人やったよ、一人やったということは、もう残り一人になってるわけだから。さあ、ガチオコ奪った。黒猫 S 運べるか、キャット坂本は下にいる。さあ、カニタンク発動、カニタンク発動。さあ、その下から撃つのはちょっと画角が悪いか、画角が悪い。さあ、さあ、帝王が来た。あはは、落ちた落ちた落ちた。いけるかいけるか、残念。さあ、もう一人のカニタンクが、もう一人のカニタンクが、防衛しています。素晴らしい。二人でもなんとか防衛できると。いいことですね。さあこの猫猫コンビやれるか、上からは応援してくれています。さあちょっと今回モサチーム見ていきましょう。 B ボタンと X ボタンね。さあ猫丸がたまりました、しっかりとハイドして、まずは味方のカニタンク合わせてきました。さあ、あーっとここで1人ダウンからの右にいるが、帝王イカだ帝王イカだ、これは紡ぐの帝王イカ決まるか、スーパージャンプ、それはその判断はすごすぎる。さあここでキャット坂本詰める、キャット坂本詰める、後ろから帝王イカが来るが追いつけない、
さあ、テイガ、これは倒される。素晴らしい防衛です。さあ、ここはテイオイカの群れとなりました。ミーエスが持ってそれを運ぶ。さあ、止められるか。スペシャルが溜まっていない。猫丸は自陣にいるぞ。キャット坂本はスペシャルを必死に溜めようとするが、そのガチホコを最後止めることができるか。さあ、自陣を乗って、自陣を乗ってストップです。登らせまいと、登らせまいとしました。惜しい。残念、ギリギリ間に合わずでした。2人でもむしろちょうどいいという感じでしょうかね。いやー、面白い。さあ、本日ラストガチあさりです。今回は猫猫コンビを待機として食べ物コンビいきましょう。さつまいもとタコね、はい、両方調理前です。いやー、見てて本当に可愛い。僕たちにもね、皆さんにもこういう時代があったということで、ちょっと昔の懐かしい感じに戻りましょうよ。うん、これが本当の初心者なんだぞって、僕たちが初心者だぞってみんなに知らしめてやりなさい。もうみんなね、もう最近の人は皆さん上手いですから、こういう初心者の方ってのもね、必要だと思うんですよ。あ、いけるいけるいけるいけ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 。あ、惜しい。カメラが追いついてない。さあ、黒猫、黒猫溜まってる。あーと、でも重さが来た。さあ、黒猫ここで突進、突進だが間に、おー、いいね。飛んできたところを倒しました。さあ、2人アウトです。現在退場中。さあ、ガチアサリを持ってるのは魚神 S。 アサリを入れるということを知っているのでしょうか。どうなんでしょうか。彼はガチアサリをプレイしたことがあるのかどうか。さあ、前行きました。帰ってきました。目の前にアサリゴールがある。そのアサリを入れるんだ。入りました。入った後に帝王イカ、素晴らしいですね。だが段差が登れない。後ろでカニタンクを履いて、さあ、1人やって、2人やって、さあ、3人はやれない。3人やれない。キャット坂本後ろで見てます。さあ、ここでさつまいも、悪者がなければ入れればいいじゃない。素晴らしい連携です。これには魚神 S 驚きで硬直中です。いやいや言うてます、カメラで。私がここを待つんだと、次ここにガチアサリゴールが落ちてきた時俺入れるんだと。でも果たして入れるシーンは来るのかどうか。お、入ってきました。素晴らしい判断ですね。さあ、アサリ止まらないですよ。アサリが一個一個どん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 入っていきますよ。さつまいものいやらしい、いやらしい戦法でアサリゴールが閉じません。なんだこれ。あ、タコ死んでんのか。タコ死んでるんかーい。さあ、閉まりました。閉まった後の魚神 S、 このアサリは俺が入れるんだと、この溜め込んだアサリを入れてやろうと。残念、網で落ちました。さあ、持っていった、さあ持っていった。目の前で待機して、これはアップデート前です。はい、アップデート前なので、帝王イカはガチアサリを運ぶことができます。あまりにも強すぎる、一方的だ。だが、アサリゴールを割るだけで追加に入れることができない。それが初心者さんなんですね。非常に可愛らしい。そこからジャンプしても届きません。上には黒猫さん、そんなに帝王イカのジャンプ力は高くない。カンガルー並みではないです。さあ、さつまいものその一つを入れて時間を延長。もう一人タコ M もアサリを集めております。いけるかいけるかいけるか。ここでバリアが戻される。初心者チーム反撃ですよ。いいですよ。アサリを取って縫って帝王イカを貯めてからいこうと。だが、モサチームがそれを許さない。モサチームが許さない。そんなにゆっくり集めている暇はない。2対4です、皆さん。これ2対4なんですけど、なぜかモサチームが強く見える。魚神 S 待機してる。さあ、割った。さあ、もう一つ入った。追加のアサリ入れるか。黒猫 S 全部入れる。カウントは21。さあ、どうだ、これどうなる。さつまいもはここで7個で待機してます。さあ、さあ戻った。残りカウントは8、残りカウントは8。いけるか。最後、さつまいもの反撃アタック終了。いやー、最後ちょっと熱かったな。うん、2人でちょうどいいね。はい、というわけで、皆さん、本当の初心者 VS モサの戦い、いかがだったでしょうか。いやー、ちょっと4人はね、きつかったですね。というわけで、お互い頑張ったな思ったら、ぜひグッドボタンよろしくお願いします。ほな、お疲れ、バイビー。